こんにちは、こんばんは、ちまです。録音をしようとしたら突然背中をつりました。どうしていいかわからず、しばらく痛みと戦ってました。今日話するのは村上龍さんのミッシング、失われているものです。小説家の私は数年前から現実と幻想の境がわからなくなり、カウンセリングを受けています。そうした中、私の前にかつて知り合った女優のマリコが現れます。現実か幻想かわからないままマリコに導かれていくと、母の声が聞こえるようになり、自分自身の過去を思い巡らすようになります。小説家の私は苦悩の後に、村上龍さんのミッシング、失われているものを読みました。この小説は、抑うつや不眠のために心療内科でカウンセリングを受けている小説家の私に、飼い猫の声が聞こえたことから始まります。私は、猫の言葉は自分が思ったり考えたりしたことが猫に反射される形で自分に返っていて、つまりは、自分の言葉であることに気づきます。私は猫の言葉に従って、かつて知り合った女優のマリコに会い、彼女に導かれるように現実と幻想が交錯する無意識の世界に入っていきます。するとやがて母の声が聞こえてきて、子供の頃から体験していた3本の光の束がスクリーンとなって、過去の様々な映像が見えてきます。現実の母は郷里の施設に入っているので、明らかに母の声は幻聴です。母は自分の旧朝鮮からの引き上げ体験を語り、私の幼少期からの出来事を語ります。幻想の中で語る母の話で、自分を解雇することによって自分の生い立ちやその後の私を自己分析しながら描写しているのだと思いました。母は幼少期の私は一人で積み木で自分の王国を作る遊びに夢中になっている内向的な子供だったといいます。私は10代の終わり頃から小説を書こうとしますが、うまくいかず挫折しかかった心を救ったのは積み木で王国を作った時の充実感でした。そしてそうした経験が私のデビュー作につながります。両親の描写も出てきます。私の母と父に対する思いには大きな隔たりがあるように感じました。親は自分の過去を振り返るためには切り離すことはできない存在です。特に母の困っている人を助けるといつか自分も助けられるという言葉は、その後の私に大きな影響を与えたのではないかと思いました。また母のあなたは立ち止まりたかっただけという言葉と、心療内科医のあなたは安堵がない状態は苦しいので表層で安堵が欲しいと思っているけれど、心の深層では安堵する自分を許せないと思っている、あなたの表現活動が安堵の問題と深く関わっていると思っているという言葉が、小説家として作品を生み出す私の苦悩の深さを物語っているように感じました。私は心療内科医がマリコという女性が実在するかどうかがとても重要だと言った言葉を思い出し、マリコに会おうと思います。連絡がついたのかどうかもわからないまま、宿泊しているホテルの部屋の前でマリコの友人だと名乗る女性の声が聞こえます。女性はマリコと一緒に部屋の前にいるので、部屋から出るよう言います。どうすれば部屋から出ることができるのかわからない私に、女性は簡単ですよ、歩き出せばいいんです
と言います。ドアの外かどうかもわからない状態の中、マリコのように見える女性がいました。その後二人で公園を歩いている時、私はこんなに簡単にあの世界から出られるものだろうかと感じます。マリコが何を考えているのかと聞くので、私はずっとわけのわからない空間にいて、そこから抜け出せなかったと答えます。マリコは私に会おうと思ったからですよと微笑みます。一歩を踏み出し歩き出そうとする気持ちになって、やっと本来の自分を取り戻すことができたのだと思いました。この小説は現実には意味がないのだという文章で終わります。私は長い苦悩の末、幻想の力を借りながら自分のこれまでの過去を振り返ることによって、やっと現在の自分を受け入れられるようになり、現実を受け入れ、年月とともに培った経験をもとに小説家としての新たな一歩を踏み出したのだと思いました。読み終えるまでかなり集中力を必要とする小説でした。今日が幸せな一日でありますように。